お元気ですか、ボクシミです。今回は2023プロ野球チップス第1弾開封動画、2回目でございます。で昨日に引き続きまして、2回目でございます。早速ね、昨日と引き続き、12袋でやっていきたいと思います。まずはね、1袋目開けていきたいと思います。読売ジャイアンツ坂本勇人選手、福岡ソフトバンクホークス甲斐拓也選手、WBC 日本代表でございます。続きまして2袋目でございます。福岡ソフトバンクホークス今宮健太選手、最多セーブの東北楽天ゴールデンイーグルスの松井裕樹選手でございます。3袋目でございます。阪神タイガースの伊藤将司選手でございます。中日ドラゴンズ高橋宏人選手でございます。4袋目でございます。キラーカードが出ますね。昨日に引き続きまして広島東洋カープ高倉翔吾選手のキラーカードでございます。福岡ソフトバンクホークスの甲斐拓也選手でございます。次4袋目でございます。あ、ごめんなさい、5袋目でございます。阪神タイガース梅野龍太郎選手でございます。で読売ジャイアンツ大城匠選手でございます。6袋目でございます。これ最多安打ですね。東北楽天ゴールデンイーグルスの島内宏明選手でございます。中日ドラゴンズ、すみません、埼玉西武ライオンズ G トリックエンス選手でございます。7袋目でございます。これかな、最多安打の横浜 DeNA ベイスターズの佐野啓太選手でございます。で、北海道日本ハムファイターズの上川畑大吾選手でございます。8袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの上川畑大吾選手でございます。阪神タイガースの西純也選手でございます。9袋目でございます。ソフトバンクホークスの藤井康也選手でございます。東北楽天ゴールデンイーグルスの辰巳良介外野手でございます。10袋目でございます。
新人王最多、最優秀中継ぎのね、埼玉西武ライオンズの水上由伸選手でございます。これ千葉ロッテマリーンズの、三馬学選手でございます。11袋目でございます。阪神タイガースの梅野雄太郎選手でございます。盗塁王の高部明人選手でございます。で最後の12袋目でございます。東京ヤクルトスワローズの長岡秀樹選手でございます。で最後は、北海道日本ハムファイターズのコジーポンセ選手でございます。以上で2023プロ野球チップス第1弾の開封動画2回目終わりたいと思います。結果は、キラーカード1枚という結果に終わりました。またね、これあのプロ野球チップスがね購入できた場合にはね、こういった開封動画やってきますのでよろしくお願いします。でまたですね、また別のねプロ野球カードもボックスで、2箱ね買っておりますので届き次第またこういった開封動画もやってきますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。